7月8日朝5時47分の相場解説になります。私としてはね、結構ねいい感じのところで下がってきたかなと思いますので、エントリーをしていきますね。このエントリーはしばらくは上下してなかなか利益に転じないと思いますけども、まあブレイクして明日とかにはねきちんとした含み益になるんではないかなと思いますんで、倍の方でエントリーしようかと思います。まあその辺も込みで今日はねお話していきますんで、よろしくお願いします。それではこちらをどうぞ。まずデイリーですよね。デイリーのチャンネルラインを引いていきます。もう皆さんは自由自在にチャンネルライン引けると思いますけども、こんな感じです。上の方はこういう風になりますね。はい。ここから飛び出しちゃった時ってのはどうしようかなと思ったんですけども、順調に今値段を下げてね、そろそろ反転してもいいんじゃないかなってところまで来てます。でコマみたいな赤い上下のヒゲを出していますよね。まあ一番いいのはこの下の線にね接して上がることなんですけども、いつもそうなるわけではありませんからね。はい、じゃあ4時間です。いかがですか4時間ね。こことここって感じですかね。で緩やかに落ちてきたのがここにぶつかってドーンと上に跳ねると、でその分下がってきて、でしばらくなんか横ばいっぽくね行くんじゃないかなと思うんですよ。その後にブレイクして上の方に行くと、で下の方に行ったらロスカットで退場します。はい、でこれが1時間なんですけども、ぐーっと下がってきてですね、まあなんかギザギザとしながら横に進むんじゃないかなと思うんですよ。で上の方にブレイクするっていうオチになるかなと思いますんでね、それを待とうかと思います。もうだからいい感じまで下がってきたんで、まあもういつエントリーしてもいい感じですよね。こっから例えばね500とか400とかまで下がることを待ってたらラチが開きませんので、私はもうねこの辺りでエントリーしますね。はい、ところで今日は簡単なんですけども、こんな相場解説になります。エントリーオンですね。